こんばんは、シルエットクイズのお時間です。ゲストは SLH の皆さんです。よろしくお願いします。自信の方は何を言ったか、何を言ったか、まだ何にも分からない。早い、意気込みが早い。この企画はですね、はい、今まで皆さんが踊ってみたのある部分を切り抜いてシルエットを作ったよ。はい、このシルエットはどの踊ってみたでしょうっていうのが、はい、僕ら自身のシルエットなわけです。はい、まあ、今回結構難しいですよ。俺ら踊ってみたい作品はもう100本以上ありますから。そうですね、いや難しいよね、うん、それは何、曲名を言う、曲の中でのここシーンも言えたら100点。まあそうだね、基本的に挙手制って感じでいいですよね。はい、分かった、分かった人から挙手して。なるほど。で、ポイントがね、ありますもんね。あります。はい、どっちが司会者知ってるよね。知ってる、司会者が知ってるよ。なんか内容もよく入ってるおしめと出すからやめてください。山の人は。じゃあやるよ。第1問。こちらのシルエットは何のダンス？はい、はい、あ、分かった分かった。いや、嘘嘘、知らん。ハイヤーピアニストの一番最後のシーンですね。え？正解。あれ？ためあるか。めっちゃドキドキした。やられる気分初めて。初めて。あ、ね、あ、そうですね。はい。このエイリアンは海外から取り寄せましたね。そうね。これ綺麗やね。これは結構これ好きで使いたいんやけど、これを使うと、もう終始これでいかなあかんから難しいね、使い方。使い方が難しい。じゃあ、第2問、はい、こちら、はい、がもう分かりますね、はい、鬼教官、はい、正解です。ナイス、ドッグストーンですね。ドッグストーン、ポーズが終わった。あ、帽子考えてるって何だろう。知らない。俺の顔、俺の顔見て、帽子見たこの曲一曲でまず死にますねっていう。そうやね、体力はそうやね。第3問、こちら、はい、何違うかな、カウンなんだけどな。フィクサー、一人なんか中華帽みたいなかぶってるね。かぶってるからね。いや、でもフィクサーっぽいね。フィクサーは正解です。よし、ズボンの端がちょっと細身のね。あまた知らんさ、だいたい知らんの壁なんですけど。これ振り付けしたナタシアの一人がわざわざ教えに来てくれて、フリーで寝ようとしました。服装とくんね。ねえな。じゃあすぐ行きましょうか。はい、続いての問題こちらです。ドン。はい、来たね。お、あ、わかった。ゴッドオブマリー。え、あ、ゴッドオブマリーだ。ゴッドオブマリーだ。縦にやってる。正解です。あ、え、すごい。そうなんだ。これ、あれだと思うんだ。カラスが出てる。完成する。この振り付けさ、なかなか覚えられてさ、難しいなってなったら、シラハンがもういい、俺が操作するからって思うやん。俺もいつもカラスを操作するここまで来たら、もうユウマくんがやってくれる。これもそう、これもそう。次の問題、はい、こちら。ああ、はい、これ多分
です。ありがとうございます。誰に指差したのっていう。いや、これむしろ俺じゃない人、俺じゃない人になってほしかったわ。いや、早かったんや、うん、そうだね。すぐ言っちゃう。そうだ、俺らに考える時間を。ごめん、はい、ドグリースじゃない。そりゃそう。皆さん、自分のやつだからすぐ答えちゃうから、はい、ちょっと難易度上げますね。あー、なるほど、あるんだ。じゃ次の問題、はい、こちら、はい。これ俺だね。ようちゃい。このパンツは昔パンツされるみたいな。ブラックジャックじゃない。ああ待って。ちょっと質問いいですか。はい。一人だけ映ってても4人のバージョン、4人のパターンとかもあるんですか。あ、可能性的には、はい、シルエットなんで。あるくらい。でも結構昔よ。うん。これわかんな。いや、これむずいね。じゃあ答え見ます。ハロー、ハロー。は僕が初めて海外に行った時の写真です。妙だと思ってた。いや、この時のエピソードですか。これまでロケハンなんですけど、なんかもうどの辺りから撮り始めようかなみたいな話してる時にちょっとテンション上がっちゃって撮っちゃった1枚なんですよ。この10分間返せ。じゃあ妙さんに似てました、やっぱ。絶対俺妙子やもん。いや、不思議やね。シルエットに難しいと、もう一回シルエットにすると、りょうくんが見えるんだよね。りょうくんが、ちょうどさ、お腹のところがさ、ジャケットに見える。ジャケットに見えるな。あれはただ、腹が出てたもん。私が入っててされるかなと思ったらさ、ちょっとさ、休憩。あ、次から本番です。はい、いきますよ。次の問題、こちら。いやはいはいはい。曲名言うのにすげえ緊張する。これ衣装、手作りなんですよね。そうそう、このなんか、てんみたいな。だからこう、人によってポスターが違うんですよね。そうですね。ぐらいっすね。ぐらいかな。ぐらいかな。なんでこんな盛り上がらなきゃ。ほんまやね。なんでやろ。わからん。なんやろ、気持ちが乗ってないし。だから一番最初のブーちゃんをいじってる時で今一番だと思う。ブーちゃんテンション上げてるからじゃない。あ、そうだ。石原さんと一回やってみてよ。一回座るだけ座ってみたで、妄想鑑賞代表連盟をちょっと出して。でも俺も全力で楽しみます。はい、じゃあ次からが本番。はい、じゃあやっていきますよ。次の問題はこちら。ダン、はい、
んだ。何やさ、仲いいな。仲いいよね。楽しい楽しい楽しい。ムーちゃんも混ぜて。いや、変わる変わる。模索する回。